ハワイ列島北西ハワイ諸島とは、太平洋のほぼ真ん中にあるハワイ諸島のうち、カウアイ島からミッドウェイ諸島までの約 2200km の距離に、渡って連なるサンゴ礁や岩礁からなる33の島々を指す。総面積は、約12.8平方キロメートルで、ミッドウェイ諸島以外は、大体無人である。別名リーワード諸島。これ以外の各島は、 ウィンドワード諸島と呼ばれる。これらの島々の歴史は考古学的な資料から推測する以外にないが、ネッカー島やニホア島には古代に人間が住んでいたと考えられており、おそらくはハワイ諸島に植民したポリネシア人の一部が北西ハワイ諸島にも進出したのではないかとされている。しかし、近代以前にこれらの島は放棄されたか、あるいは居住者が全滅し、 以降は無人島となっている。北西ハワイ諸島は野生生物の宝庫で、クロアシアホードリ、ハイモンクアザラシ、レイサンマガモ、アオウミガメなどの貴重な野生生物が生息している。1909年にミッドウェイ諸島とクレカンショーを除くアメリカ合衆国内務省の魚類野生生物局が管轄する国立自然保護区に指定された。 巨類野生生物局の調査員が、時折、訪れる以外は、一般人が許可なく立ち入ることは禁止されており、上陸するにしても冷凍殺菌した新しい服装に着替えなければ、北西範囲諸島に上陸することができない。唯一、フレンチフリゲート干渉のターン島に、巨類野生生物局の基地が設置してあり、リシアンスキー島には研究者の店舗が設置してある。2006年には、 自然保護政策の一環として全域がアメリカ合衆国ナショナルモニュメントとなる北西ハワイ諸島海洋ナショナルモニュメントが設置された。2010年には世界遺産に登録されている。海流の関係から北西ハワイ諸島には太平洋中からゴミが集まってきて漂着しており環境に深刻な影響を与えている。ミッドウェイ干渉以外はハワイ州に属している。 ありがとうございます。